Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、国連英検特 A 級に申し込んだというテーマでお話をしたいと思います。国連英検に興味ある方、そして特 A 級、そしてまた A 級だったり上級のですね、級を目指している方、ぜひですね、この動画を参考にしていただければと思っております。あ、こういう勉強の仕方もあるんだとか、あ、自分も頑張ってみよう、そういうですね、一助にしていただけたら嬉しいですので、ぜひですね、最後までご覧ください。国連英検特 A 級ですね、申し込みました。はい、イエーイって感じなんですけどまあね、一抹の不安もあります。そして、まあ、自信もねあります。まあ、自信というよりは、まあ、決意というかね、覚悟というか、まあ、コミットメントというかね、思いがあります。まあ、そういうところをですね、ちょっと語っていきたいなと思っています。まあ、前回ちょっと、不本意ながらですね、残念ながら落ちてしまったこともありまして、そういった経緯だったりとか自分の思い、どういうふうに対策をしているのか、そしてまた試験までですね、2ヶ月ぐらい、弱2ヶ月強かなあるんですけれども、まあ、どういうふうにこう対策をしていきたいかという、まあ、そういうお話をねしていきたいと思ってます。はい、落ちてしまってですね、すごくへこんでたんですね。で、まあ英検とか TOEIC とかと違って、国連英検ってご存知の通り年2回しかないんですね。だからそんなに頻繁に受けることもできない。で、僕ら弱い80年とか100年とか言われてるじゃないですか。で、半年ってすっごいでかいんですよ。僕は38歳だったんですけど、去年2022年に10月かな受けて、その時まだね、38歳だったんですけど、12月に、ね、39歳になっちゃって、まあ、半年後かなと思って、ね、いや半年待つのかっていうのがね、やっぱ半年の重みってすごいでかいんで、まあ、ちょっと待つのがすごい辛かったんですけど、まあ、でもね、その時の自分の、実力が、ね、足りなかったってことをね、痛感したのはいい経験でしたね。まあ、挫折って、そしてまた失敗ってね、どんどんした方がいいと僕は思っていて、まあ、それは勉強、今回の勉強、資格試験対策であろうが、仕事であろうが、人生であろうが、いろんな失敗やっぱりした方がいいと思うんですね。まあ、そうすることでいろんな経験知識ができるし、また経験ができるし、知識もね増えるし、そしてまた知恵がね与えられます。あ、自分ってこんな、やっぱりこれだけのレベルだったんだ、じゃあもっと頑張ろうっていう、ね、思いも与えられます。まあ、実際に僕はそうでした。なので、今回特 A 級ね、また再受験するんですけど、まあ、前回正直、まあ、ちょっと時系列で言うと、まあ、前回落ちた時すごいショックで、っていうのは模擬試験ね、これ他の前回のね、国連英検の動画出してる中でもお話をしてるんですけど、まあ、興味ある方はですね、ぜひその失敗談もねご覧いただきたいと思うんですが、その中で過去問をね、4年分ぐらいずっと解いてたわけですよ。そして70点前後、まあ、いい時はもう80点ぐらい取れてた時があって、で、まあ、作文とか入れてもね、全然、まあ、正直受かると思ってたんですね。まあ、実際のその過去問やって、ボーダー、あるいはボーダー以上をコンスタントにね、まあ、取れてない年はもちろん何回かあったんですけど、基本的に取れてたんで、で、また作文って僕、作文すごい、まあ、得意というか、自分の強みの一つなんで、すごい自信があったっていうのがあったんですね。で、ただ蓋を開けてみたら、別のね、前回の動画でもお伝えしている通り、ボロ負けっていうね、はい、ボロ負けだったんですね。まあ、取れてる、普通その取れてるところが解けなかったりとか、まあ、そもそも20分とか30分余らして、ライティングも含めて20分ぐらい普通余ってたのに、実際のテストだと時間全然足りないってなってテンパっちゃったりとか、そして先ほど言ったように、普通普段過去問で取れてる点数のセクションが全然総じて取れなくなっちゃったとか、まあ、何が起きてるんだってね、自分でも驚いたくらいなんですけど、まあ、そのね、まあ、自己分析した結果、やっぱり、まあ、やっぱり総じて、まあ、結論から言うと、リーディング力が足りなかったっていうのがあるんですね。リーディング力が足りない、まあ、リーディング力、これはね、如実にね、実は出ていて、僕本当にスピーキングとライティング得意なんです ですね、アウトプットが。ただ リスニングとリーディングがすごい苦手で、まあ、苦手って言っても TOEIC 965点ぐらいは、ね、あるぐらいではあるんですけども、それにしてもやっぱり、このね、敵に勝つためのリーディング力というかね、その力がまあない。特にその IELTS とかでも4つのセクションの中でやっぱりリーディングが一番低いんですよ。 6.5 だか7なかったですね。 6.6 点、まあ、5点なんとかの時もありましたね、昔は。リーディングがもう壊滅的に低いというところで、まあ、本質的に自分やっぱりリーディングが苦手なんだなっていうことを再認識できたのは良かったですね。だからさっき失敗をねすべきって言ったんですけど、まあ、失敗してよかった。まあ、リーディングがどれだけ自分が壊滅的かっていうのが分かったんで、
じゃあもう本質的なその対策をするしかないわけですよ。ご存知のようにね、特永久ってリーディングしかないんで、まあ、リーディング、リスニングすらもないんで、リーディングと、まあ、ライティングなんですけど、ライティングね、まあ、これそれがまあ一つの学びのポイントで、もう一つは要はリーディングにもう特化しようということですね。もうそれで準備をしようってこと、うん、まあ、それに後でちょっと詳しくお伝えするんですけど、どういうふうに何を対策しているかですね。もう一つでも学びがあったのはライティングですね。これ別の動画でも言ってるんですが、ライティング僕、まあ、得意って言ったんですけど、過去問を解いてるときはもう本当に時間が十分あって、20分ぐらいかけて解いて、他の20分ぐらいかけてライティング書いて、そして他のリーディング問題全部終わらせても20分ぐらいに時間が余ってたりとかしてたんですけど、まあ、実際のその試験でもう全部テンパっちゃった、さっきのように。で結局蓋を開けてみたら10分もないっていう、もう8分ぐらいしかなかったんですね、ライティング書く時間が。もうテンパっちゃって、もう手も震えるわ、痛いわ検証チックになるわ。これで点数取れたらすごいよねっていう感じで書いたんですけど、だって普通まあ20分強ぐらいね、僕アロケートしてるんですけど、8分しかなかったんで、10分もなかったんで、もう超テンパってね、もう構想なんてもう1分ですよね。でバーって書いてで、まあ、一応できる限りの具体例とかもね、その物理的に可能な範囲で書いて、10分弱でもう8分9分で書いた作文が15点だったんです見直しも全然する時間なくて、これだ、10分足らずで書いた作文で15点もらえるんだっていうところ、やっぱり自分のライティングってやっぱり高いなっていうのは、まあ、自己分析で出たわけですよ。だからいかにリーディングが壊滅的か、そしていかにライティングがやっぱり得意な部位なのかっていうのが分かったわけです。で逆にライティングにしっかりね、全体的に時間をアロケートして、ライティングにしっかり例えば20分以上時間を、ね、前後かけることができるんであれば、見直しも含めればおそらく17点18点はまあ普通に取れるんじゃないかなと思ってます。うん、もう壊滅的だったんで、はい、で、まあ、もう一つ総じてね、翻って言うと、まあ、自己管理ですね、はい、自己管理がやっぱりできてなかった、うん、まあ、自分ごとにするのか他人ごとにするのかっていろいろあって、まあ、自分ごとのね話をした場合にはやっぱり自分のものとしてね落とし込む、腑に落とすっていうね視点で考えた時には、やっぱり自分の心と体のね、まあ、魂もそうなんですけど、その精神状態、身体状態がもう最悪な状態だったんで、前回受けた時が、まあ、自分のね、まあ、それも本当に人に自分の自己管理ができてなかったなと思うんですけど、これもね前回の動画で言い訳になっちゃうってねお話をしたんですけど、やっぱり妻のがんのね闘病で、まあ、自分自身の物理的な時間も仕事の時間すらもない、付き添いの時間ばっかりでね、時間と心とお金が吸い取られてしまって、もう自分がもう壊れていた状態だったんですよね、うん、そんな中で、今回受けるってね、前回決意をして受けたってねお伝えをしてるんですけど、やっぱり自分自身のその心と体がもう完全に疲弊していたんですよ。エモーショナルタンクとフィジカルタンクっていうのを僕本の中でね言ってるんですけど、エモーショナルタンクと心エモーショナルタンク、その心ね、気持ちのところ、そしてまたフィジカルタンク、もう物理的自分の体ですね、心身、もう両方がタンクがゼロになっちゃってたんですよね、まあ、そんな状態の中でもう本当になんか試験会場に着いた時にはもうヘトヘトだったんですね。まあ、こんな状態で受けるのかって感じの僕はね状態で、まあ、それで受けたんですけど、まあね、それも言い訳になっちゃうんですけど本当にね、うん、まあ、そんな状態で受けて、結局ね、まあ、蓋を開けてみたら、まあ、壊滅的だったということで、まあ、それもねもちろん一つの、点数が低く、そしてまた不合格になっちゃったっていうね、一因だと思うんですけど、確実にね。でもやっぱり自分ごとにするってことは大切で、まあ、そういうね外的な要因があって、もちろんそれも正しいことだと思うんですけど、でもやっぱり自分の管理ができてなかった部分もあって、まあ、それでも受かる人は受かると思うし、ね、例えば妻がね、あるいは愛する人が、家族が病気に侵されていても、うん、やっぱり受かるべき人は受かると思うし、ね、まあ、そこは本当に自分の足りないところだったなと思うし、だからリーディングをねこう鍛えるっていうこと、ね、そしてライティングをねは、まあ、自信がついたんで、うん、しっかり時間をアロケートしてくれて、もうただそれだけですね、うん、そして、自己管理心身ともにね最善の状態で受けましょうってことですね、うん、まあ、その3つ僕は学びましたね、うん、でまあ、特にじゃあリーディング何してるのっていうことなんですけど、まあ、他の動画でもねちょくちょく出してはいるんですが、AAA 単語ですね、はい、ジャパンタイムズさんの AAA 単語、そしてシソーラスっていうのね、僕はずっと使って20年ぐらいね、昔買ったシソーラスがありまして、ロジャーのやつですね、それを使っていまして、まあ、補完的にですね類語を覚えるってこともしてます。
あとは Foreign Affairs ですね。 Foreign Affairs、Foreign Affairs の、僕はあのペーパー版とかね、オンラインでも読めるものを2つ購読してるんですけど、まあ、それをあの実践として読むですね。まずは単語を増やしていく、そしてまたリーディングを、まあ、多読ですよね、うん、まあ、実践としてそれを読んでいく、うん、まあ、それをね今実践してるわけですね。単語、そしてリーディング、単語、リーディング、まあ、その繰り返しをずっとしてます、うん、そしてまた補完的にですね、アルクの12000語のやつですね、はい、これも一番上の上級のやつですね、超上級かな、うん、を買って、それもこれはねこれから始めるんですけど、まあ、時間がちょっと足りるかどうかわからない状態なんですが、本当にできる限りですねやってるところです。そして単語、そしてリーディング力、まあ、単語とリーディング、うん、単語力を上げる、そしてまた実践的なリーディング力を上げる、そして最後このもう一つが、国連の知識ですね。これがその始め、国連の知識活動だったかな、あのテキストブックですね、それをやっています。エッチラオッチラやっています。これをですね、まあ、日本語でまず読んで、ある程度認識して、そして、章ごとにですね英語で読んで、まあ、大事なところを下線引いたりとかして今覚えていくっていうね、これすごい苦手で、あの、まあ、これね前回のテストは2点だったんですけど、まあ、最低でも5点とか6点7点取りたいなっていうのはあって、うん、なんか社会がねすごい僕嫌いだったんですね、学生の頃で。そういう暗記物とかすごい嫌いで、なんか意味を見出せなかったんで、なんかその意味を見出せればねすごく面白いなとは思うんですけど、まあ、そこをね自分の苦手なところを分かってるんで、まあ、克服してねできる限りの対策をしていこうと思ってます。まあ、過去問をねやったりとかしていく中で出る傾向、その場所とかねだいたい分かってくる、掴めてくるんで、あ、こういうとこから出るんだなって、こういう内容のものが出るんだなっていうのが分かるんで、まあ、そういうところをねこう覚えていって重点的に対策していこうかなと思ってます。特に英文でですね、はい、思ってます。なので単語力を上げる、そして読む、多読ですね、リーディング力を上げる、単語力、リーディング力、そして国連の知識、この3つをですね主軸にしてですね、トライアングル作戦で行こうと、頑張ってるところなんですね。だいぶですね日も暗くなってしまって真っ暗みたいなね状態だと思うんですけど、今そういう状態で国連英検特A級を目指しているところです。ぜひですね、同じ、今回ねまた、まあ、そのいろんなね全国ありますけれども、僕は千葉の会場でねまた受ける予定なんですが、ぜひ、同志がいましたら互いにね情報交換だったりとか励まし合いとかねする場ができたらすごくいいなと思ってるので、まあ、コメント欄にねよければコメントいただいたりとか、そしてまたまあ個人的に、ね、連絡を取りたいという方は、僕の YouTube のチャンネルのトップページ、まあ、概要欄かなにあのコンタクトができる仕事用のですね、メールありますので、そちらに連絡いただけたら、見させていただきますので、ぜひですね、お送りいただけると嬉しいです。やっぱりそのモチベーションってすごい大事で、まあ、特に僕がね TOEIC 予約取った時とか英検1級合格したね、もうはるかに14年ぐらい前の話なんですけど、そういう時にやっぱり何が大切だったかって仲間なんですね。やっぱりそういう仲間がいたからこそ、まあ、頑張れたってところもあったりとか、もうモチベーションがね保たれる、以上にモチベーションがどんどんこう伸びていくっていうね、上がっていくっていうのがありました。なのでぜひですね、よろしければですね、同じ同士だったりとか、もうすでに合格してるよとかね人でもいいし、永久特許じゃなくて永久なんですけどとかね人でも全然大丈夫です。なのであの国連英検に受かりたいって人、はい、特にその上級に受かりたい人、永久特許永久ですね目指している方、特にまあ千葉とかね、僕の千葉とか、まあ、東京とか関東近辺で、ね、住んでらっしゃる方でオフ会じゃないけどそういうミーティングをね持つことも全然いいなって思ってるので、もしよかったらですね連絡いただけたらすごく嬉しいです。今回は国連英検特A級に申し込んだっていうね、まあ、申し込むこと自体がねもう決意の表れなんですけど、うん、まあ、さっきね自信と不安もあるって言ったのはやっぱ落ちるの怖いしね、まあ、これだけやっても落ちるんだってことも、ね、もちろん可能性としてはあるんで、まあ、でも自分がその先ほど学んだね3つの点をね生かして、やっていって、まあ、最善をね尽くしていきたいなって思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。そして同志の方ですね、互いに高め合えたら嬉しいので、ぜひですね、コメントといただけたら嬉しいです。今日もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた Thank you so much guys for watching. See you next time. It's so dark. Dark, murky. 暗いですね。But thank you so much for watching. See you next time. May God bless you, your family and your friends. Bye bye.